頼んでねえよ、この野郎。つって。追っ返してやったよ。ふざけんなよ。って。ああ。知らねえ、んなの。いやいや、放送だって今俺、お前らずーっと俺の放送見てて、俺、たこ焼き食いてえな、ちょっと頼もうかななんてやったことねえだろ、っつうの。アウトだよ、これ。完全に。うん。まあ、こういうのも全部データで撮っとくから。はい。よろしくお願いします。うん。ああ、うまいな。うん。お前さっき頼んでたよ。あ、バナナ太郎が頼んだんだ。お前アウトだよ。もう。そのコメントで。お前確定だな。こいつだわ。こいつがやったんだよ。おい。いや。まあ、データとしてもこれ全部残るんで。インターネットですから。うん。誰が頼んだかなんていうのはどうでもいいんですよ。こっちは頼んでねえもん、受け取んねえし。頑張って、いくらでも頼んでないものをお前らが虚偽注文してもいいよ。でも必ず捕まるからね。また来たよ。はい。すいません、このたこ焼きが誰か他の人が洗ってくれるけど、これ受け取ってください。プレゼントです。いらねえよ。持って帰れ。お金差し入れてって言われました。いらねえから。いらないんですか。うん。持って帰れ。おい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 。虚偽通報したやつが、そのたこ焼きの金は僕が払いますからって、ぶるっちゃってんだよ、これ。はい、ぶるっちゃったよね。嫌がらせで送って、ああ、俺が、蹴っ払ったら、いやいや、じゃあ、自分、それ、金払いますんで、って。こんなもんだよ、バカ。いらねえよ、たこ焼きなんか。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、この野郎。おい。アンチぶるっちゃったの？僕が払いますからって。いらねえよ、たこ焼きなんかや。クソみてえなことやってんじゃねえぞ、この野郎。
いや、そこは追い詰めないよ、俺は。ただ、そういうバカなことはやんなよって言ってんの。な。いや、食えよとか食えやとか、これはね、他の配信者だったらネタにして遊ぶんだけど、俺は嫌なの。もうだって、配達してくる人間は一生懸命なわけじゃん。だから持って帰っていいよって、もう俺取ってねえしって。二度手間かけんのも嫌だし。俺別にたこ焼き食いたいわけじゃねえし。だから、俺は他の配信者とはそこが違うっていうことを、思っていただけたらいいかな。まあでもアンチもぶるったんだな。金払うから渡してくださいって。いらねえよ。知らねえ。それでチャラになると思ったんじゃねえの。俺はだって俺が頼んでねえもん。俺は食わねえもん。うん。最初はだって有料で来てるわけだからさ。面白いね、今日。今日最高だね。ああ。ねえ。いや、俺は怒んないよ、だから。やめときって言ってんの。んなの。あんまり面白くねえから。だから、そんなことは、いいんだよって。面白いのか面白くないのか、お前らの話だろ？俺は別に面白くねえから。ねえ。いや、もう、余裕っていうか、このピンポンなんか来たって、誰来たの？みたいな感じだから、いつも。そうそう。だから、俺に嫌がらせなのか、業者に嫌がらせなのか、それはダメだでっていう話だよ。で、やめなって言ってんの。お前らは遊びでやってるかもしんねえけど、世の中はそういう風には動いてねえから。でしょ？だって頼んでねえもんが届いて頼んでねえよこの野郎って言うじゃん。じゃあ上まで上がってこいよって。んなもんなんだよそれよって。たこ焼きですって。もうふざけんなこの野郎ってなるじゃん。なあ。いや、俺、たこ焼きなんか頼んでねえから、頼んでねえよ、この野郎ってなるじゃん。
そうそう。俺は別に迷惑してないわけ。追い返せばいいだけだから。うん。だからお店が困るだけで、お店がなんか訴えればいいだけの話でさ。うん。ということよ。いや、ウーバーじゃねえんじゃねえの？なんか、よくわかんなかったけど。うん。でもな、商売やってる人間からしてみりゃ、大変だよな。うん。あ、なんか、宅配系の、偽注文とかっていうのも今やたらあるらしいからな。うん。そうそう、お店に迷惑かけたらダメだよね。うん。いや、俺が上にいながら出てく必要はないよ。うん。別に、それは、ここの不動産から出てけって言われれば考えるけど、別にそんなことはないから。ね。あ、GoTo で？うん、まあ、あれでもパクられたろ、GoTo で。旅館の嘘予約したやつ。うん。あれ一発実刑だったんだ。へえ。結構重いんだな、罪が。なるほどね。ま、何人で予約したのかわかんないけど、多分相当な金額だったんだろうな。そう考えると、損失額と、っていうのもあったかもしれないね。うん。まあ、俺はさ、ここでタバコ吸って酒飲んでるだけだから。なんてことはねえから。うん。いや、一撃実刑はすごいと思うよ。うん。塩梅よ。人んちに何か頼んだら何罪？さあ知らない。やってみれば？うん。だってそこの人が頼んでませんよって言ったらそれで終わりだから。いや、うち頼んでませんけど。俺も10時ぐらいで終わるよ、放送。うん。今日は楽しかったな。うん。あ、それは、頼んだところ、注文を持ってきたところの人間はどうでもないんだけど、受けた方が、
偽計業務妨害とかになるんじゃない？うん。多分間違いなく。だって注文来てないのに勝手に注文来た手で、うん。金もらってたらそれで完結だからいいんじゃない？だからさっきのやつもお金をもうもらってますからって言ったんでしょ。やべえなって思ったんじゃないの。最初遊びで俺んとこな、たこ焼き送ったやつがやべやべって思って、いやお金もらってるんでって始まったわけじゃん。もう分かりやすいよね。いや、あんたらが金もらってようが何しようが俺いらねえからって。いや、最初は払ってないんだよ。最初は、着払いなんだよ。うん。ねえ、違うよ。中国人だよ。うん。ウーバーとか前払いじゃない？いや、そんなことないよ。うん。現金払いもあるよ。うん、つねちゃん。もうもらってると言ってましたよ。それ2回目の時でしょ、ライバック。1回目はそれ言ってないんだよ。帰れよ。頼んでねえから。うん。知らね。誰がそんな余計なこと言ったのか。で、面白いと思ったんじゃない？でも全然面白くなかったよね。たこ焼き。うん。センスねえな、アンチもな。え。でも、金はもらってるから、向こうは。で、俺は受け取んねえから、まあいいんじゃねえの。知ったこっちゃねえし、俺は。うん、なるほど。今さらアンチがそんなくだらないことするわけないでしょ。ですね、俺さっきからここで映像に映ってて、たこ焼きの注文をしてないんですよ。大きなお世話なんだよ。まあ、バナナあたりがやってると思うけどね。なあ、バナナ。おめえだろ、やったの。出てこいよ。おめえだよな。バナナ。急にコメントしなくなっちゃってさ。どうしたのよ。お前だろ、やったの。なあ。そんな安物頼みませんだって。来たよ、これ。まあ、だいたいビンゴだと思うよ。うん。いや、俺は金額は知らないよ。だって俺はもう門前払いだから。
だって自分が食いたいものを食うだけの話だから、たこ焼きなんか食わねえもん。うん。だからまあ好きにやれゃいいよ。まあたこ焼きだから1000円もしねえなっていうか、うん。と思うよ。うん。あ、もうね、中村はもういいです。俺も中村は、やっぱりダメだよ、お前。お前のコメントは、もう二度と読みません。ごめんなさい。もうなんかね、乗っかりなんだよね。つまんないんだよ、こいつ。一番つまんないやつなの。ああ。クソなんだよね。ああ。もう、お前はもういいよ。ああ。ほんと、めんどくせえし。医者行ってこいよ。ほんと。マジで。なあ、病人。医者行ってこいよ。さよなら。俺は、うなちゃんマンと愉快な仲間たちと、放送外では喋ってるし、放送をやるときは、別に仲間なんか、来なくてもいいんで、はい。何か、なんか OSG になったふりこいてるかもしんないけど、お前 LINE、メンバーに入ってないから、もう、リームです。無理だよ。中村、お前よ、うなちゃんまと愉快な仲間たちの LINE メンバーに入ってねえじゃん。いやいや、ここで一回落としてやんないと。いや、お前は俺と LINE 通話とか、俺がね、四五人の通話をやってる時に、お前そこ入るの？ねえ。そうそう、グループ LINE でね。俺はいつも喋ってるけど、今日も喋ってたけど。だって中村なんか OSG じゃねえから。何言ってんのこいつって。うん。バカなのかなって。クズみてえなこと言ってんじゃねえよ。じゃあよ、中村よ。みんなに意見聞いて、なあ、てめえがどこの誰だかとか、仕事何やってるかとか、本名が何だとか、住所が何だとか、全部めくってからの話だからな。おい、こそるなよ、この野郎。わかった。で、お前は少し俺に金ぶっ込めよ。10万でも15万でもよ。あった。そっからがまず話の始まりだからな。あった。まあ、10万、15万、ちょっと小遣いを俺に投げてくれりゃ。よろしくね。まずはお前、仲間になるんだったら、よろしくね。
振り込みは正直余裕です。よろしくね。投げて。俺の口座も分かってるはずだから。ただ、チャンマンみんなには内緒ね。言ってる意味はわかんない。みんなにオープンソースだよ。うん。なんで内緒なのかが意味がわかんない。金だけでつながるのは寂しいからさ、そうなんだ。でも仲間ら俺とはまだ会ったことないよね。大阪佐野グループはみんな俺と飲み仲間で年中会って遊んでんのよ。お前そこの現場来れんの？なあ。ふざけんなよ、ほんとに。ああ、部屋に、無理。俺の部屋に行きたいなんて言った、大阪佐野グループの人間は一人もいない。むしろ、ちゃんまん、タクシーで、家の前で乗って、どっか飲み行こうっていう、そういう人なんですよ。ここに来ようなんていう人はいないのよ。ごめんね。わかってないなあ、このパー太郎がよ。まあ、仲間らはいらないんで、うん。